さて、行きましょうか。四節、得意点。得意点か。これが意味するものは、シートをですね、デカートからセントに交換しました。報告。得意点ゼロが引き起こした分岐は、さまざまな異変を生み出していた。森の変容、敵の凶悪化、そして得意点2とその使徒セントが分離して行動していることも大きな変異として記憶しておく。 M3240E0019V 記録開始。得意点。この森の気配、何もかもが崩れていっているような。だろ、気持ち悪いよな。ええ、全身を這いずる激しい不快感に、私はもう、興奮してるよ。してますな。世界の終末を予感しつつ、何もせずただ時間を浪費する。なんという完璧なじらし。すごいな。指なんか折って何してる？数えてるんだ。毒でしょ、アンデッドでしょ、トロールに巨人剣士に。ねえ、この森おかしくない？醜い奴らは片っ端から殺すのがリタの趣味なんだろ。楽しくていいじゃないか。身の回りの漠然とした違和感ほど嫌なものはないね。オクタも感じているのか？はい、私はいつだってビンビンに感じる派でございます。いや、そっちじゃない。リトが森の異変を感じてるみたいなんだが。ああ、そちら。世界の均衡は確かに崩れている気がいたしますが、しかし今はおおむね私の下腹部の下あたりの均衡が私めの敏感な体をゼロ様に味わっていただきとうございます。すごい、もうなんだこの民族楽器みたいな。あれあれ、誰だろう。私のまぶたの裏に浮かぶこの女性は、髪が青くて短くていたずらっ子のような瞳で私を見つめてる。それはトゥーだな。トゥー、これがトゥー。ふん、サロ大丈夫？世界がなんとかかんとかって話。わからないなら口を挟む。僕だって話したいよ。世界がなんとかかんとかって、わからないこと知りたいよ。僕もっといろんなこと知りたいんだ。うん、なんだろう、トゥーって人の顔ばかり浮かびますよ。この後どうするの？森の奥に進むしかないだろう。ワン様、もしくはスリー様を見つければなりませぬぞ。ああ、両方見つけられたら一気に片付けられて楽なんだがな。スリーか。
スリー様の石像があるよ。あいつの考えることはよくわからん。とりあえず壊してこ、なんで？もういいよ、寝言っぽいの。何もしてこねえぞ。考えなくていいよ。きっと意味なんてないから。そうだ、そういう子だったんだ。なんだよ、キザ走って。あ、そこの野郎。とりあえず、まあ、やっと、あともう一個これ割っとくか、多分回復。どこっす、あれか、やっとかめに強い。下から、うん、ジェル様困らないんでしょうか。スリー様の声。疲れた。飽きちゃってる。いい子。またお前か。刺してくれると助かるな。オッケー、これこれ。ちょ、マジか、当たった。食らってんのか。いいのもらっちゃったな。回復。うむ、あ、結構回復した。またか。キャン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 、犬の分際での投資、さっさと死んじゃえ。畜生っていうか、畜能症っていうか、もうやだ、このパーティー引かれてやる。4体、4体もいる。
パパパパパ。電話機っぽいよな、多分倒すまで。どこっす？これか。ここか。どうかして見えづらいの。下から、いや特に意味はないんです。特に意味はないんです。そういうあれじゃないんです。どうした、これで終わりか。そうだよ、そう来ると思ってた。見た目やば。これドラゴンチャンスあり。これはエルベロス。あんな気持ちの悪いエルベロスはなかなかおりません。どの道殺すんだから関係ない。全然ダメだ。なんだこいつ、そんなのできる。もう一回、いや一瞬か、いや十分だ一瞬で、いやマジで十分だわ一瞬で。シート谷勝てグレイケルブ、こいつら倒さないと開かない。殺しようと森に誘い込んだけど、あいつが気をつけて、あ、死んだ？死んでるよ。何がどうなってるんだ。3はゼロのために動いててくれてたの。失敗した。1が他の姉妹を裏切ってるってこと。あ、1個しか取れてね。あ、コールさん来たな。へえ、多分次でワンとご対面か。どうなんだろう。いや、てっきりスリーと戦うのかと思ってたから。いきますか。壊れたよし。そうか、一応
あれか、世界線が変わってるからこの辺に入るってこと。頑丈な、あーそのパターンかな。つくしょ、こいつ。頑丈すぎんだろ。どこ ?3 つでしょ。あー矢印出てんの。あ、こっち？ちくしょう。やっぱこの手に限る。ただもう一個出るよね次。結構危なかったな。でも1回目はゴリ押しでいけるかと思ったんだが、いやまあいけたんだけど、でもギリギリだったな。あ、やったわ。33し来たな。あ、海の国以来3回クリアしました。海の国では給料日やりますか。じゃあ サバイバルはな、どうしよっかな。うん、もうちょいレベル上がる以来か。給料日、あれ、あ、どうか、海か。あと3日。ああ、これか。行きますか。ん、マジか。ん？何この人。ん？まだいる。なんかいっぱいいる。チャリンチャリン。うっす、6000円。あ、いっぱいくれた。というわけで今回はじゃあこの辺で終わりますかね。この先の結末がすごく気になるんですけれども、あ、5ぐらいかな、ラス6まで行くのかな、わかんないですけど期待大ですね。ではお疲れ様でした。今後ともよろしく。